aplaudimos. もしにあの、そういえばメンバーが紹介するのを忘れてたんで、大きな拍手でお迎えください。後ろご覧ください。うちの母親、母 B、大きな拍手を。ね、すいませんね、なんかね。今お母さんが来てました。今気づきました。ありがとうございます。そしてあの今日ね外であのお祭りがあってたでしょ、恵比寿祭りっていうんですか、本来ねあのこのメンバーともう一人、さっきも言ったんですけど CD にはベースも入ってるんですね。でそのベーシストは今日はその恵比寿祭りのジャズの演奏で、されてたんですけど、無事終わられて到着されたようです。ご紹介します。ベース池上英二郎。ちょっと聞いたところによると話飛ぶんですけど、誕生日の方がいらっしゃるみたいで、恥ずかしがらずに挙手の方を。今日誕生日の人いますか？明日誕生日の人。そうか、じゃあおめでとうございます。皆さんね、せっかく来た、初めて会った人もいるだろうし、もちろんね、だけどみんなでね、祝ってあげましょう。
察してください。ラララ。これ後半に出てくるので大きな声でよろしくお願いしましょう。最後ですよ。悲しいことがあったのかい。顔を見ればすぐにわかるさ。詳しいことは聞かないけど、今夜はそばにいよう。歌えない歌がある Song for you から Song for you。 君にしかできないことがある。特別に大きな取材が入ってます。
中身。忙しい中来てくれた皆様ありがとうございました。大きなご祝福。ちょっとリアルな話になるけど、各メンバーの CD 全部今日持ってきてもらってます。飲んで食って残ったお金で CD を買ってあげたら、この人たちもご飯が増えるのでよろしくお願いします。ありがとう。チャーミンさん、大丈夫だ。しとった方が良かったような気もするんですけど、暗い歌を最後に歌ってもよろしいですか。光っていう歌なんて、こういう状況で光を歌おうと思ってた。
歳の時、人と比べたがる時期の中で、もがきながら一生懸命、必死になって書いた曲だ。自分の名前から一文字取って光、CD にも入ってる一曲さ。これからの日本に、これからの僕に、今日来てくれた皆様に、光。探り、あつはきっとこっちでいいだろう。そうやって歩き続けたい。途中で見つけた夢とか愛、たまに心が折れて散らばった破片をまた繋いで、少しだけ泣いたらまた足の砂払って歩き出そうか。報われないことが多すぎる。ダメになって泣きじゃくって、それでもみんな立ってよ。一歩一歩歩幅は違えど、誰もがきっと探してるもの、それはきっとみんな一緒、ほんの少しの幸せ、yeah, yeah.
最後までお付き合いありがとうございました。チョウミでした。また会いましょう。ありがとうございました。鈴島健太、ガッツ。お楽しみに。お客さんからずっとビール買われてありがとうございました。